クオフ。はい、どうもこんにちは、おはようございます。ということで僕の夏休みです。僕の夏休み、9日目。今日も元気にのんびりやっていきます。それ1、2、3、4。ふう、いや最近ね、このラジオ体操をね、僕くんたちがやるのと一緒にラジオ体操やってるんで、まあ、僕お昨日丘の上まで登ったんだ。あ、はい。でも見晴らし良かったよ。ね。見晴らしがいい。じゃああそこの丘かな。蜂の巣破壊していきました。この子たちがもっともっと小さい頃、あの丘の上に登ってみんなで凧揚げをしたんだよ。へえ、凧揚げか、いいな。今の本棚にその頃買ったタコの本があるんだけど、おじさんがタコを作ってあげようか。え、マジでお願いします。おじちゃん、ありがとう。やった。じゃあ本を見て作ってほしいタコを選ぶこと。あ、はい。そして昼間おじさんが工房にいる時にでも何を選んだか教えに来てね。はい、わかりました。どうせよ。そうします。じゃあいただきます。いただきます。わあ、たこ揚げか。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。よし、やった、たこ揚げしようぜ。これから毎日たこを揚げようぜ。あー、間違えた。どこにあるんだっけ。何、本棚って言ってたよね。どこ？これか？本棚。僕くんの部屋かな？あ、ここか。ここかな？ああ、ちょっと待って。よいしょ。よし。何を見ますか？気象昆虫図鑑。楽しいタコ百科。どっちも気になるけど、まずは気象昆虫図鑑。へえ。ジャコアゲハ。わあ、すごいな。めっちゃいいんじゃん。へえ、面白いけど気持ち悪い。あんましないじゃん。でもなんだ、カブトムシとか載ってないのかな。本分厚い割には5、6ページしかなかったけど。で、楽しいタコ百科。何これ。作るタコって、あー、なるほどね。角タコ、角タコか。上から2番目の横骨の反りを、特に強く張ってあるので、中張り、角タコと呼びます。弱い風で角が上がるタコです。上がり方が不安定な時は左右の端に紙の尾をつけましょう。ふーん。おお、かっこいい。気持ち悪いわ。おお、いいね。鯉のぼり、鯉のぼり、季節外れじゃないか。飛行機タコ。へえ、いいな。めっちゃ水、あ、これあれだ。星雲、それはだね、これは。何これ。似顔絵だこ。大工さんにそっくりな等身大のタコです。膝から下に骨が張っていないので、上げると空を歩いているように見えます。自分の分身を空に浮かべての空中散歩をしてみましょう。僕くんだ。今は、これしか選べないのか。じゃあ、これで。はい。で、これをおじちゃんに伝えに行けばいいんじゃないか。の前に朝顔にまず水をやろうか。よいしょ。おはよう、おばちゃん。あー、またおばちゃんって話しかけれないパターンか、これは。おばちゃん、よし。昨日の花火、とっても綺麗だったでしょ。うん、綺麗だった。ここのうちのお兄ちゃんも、鷺の里の花火大会が大好きだったのよ。お兄ちゃんいたの？え？お兄ちゃんいんの？お兄ちゃんいたの？
え、待って、萌え姉ちゃんとしだべちゃん以外にお兄ちゃんいるんだ。じゃあお兄ちゃんいないってことはさ、あれか、多分上京したのか。朝顔は咲いたか。いやー、ダメか。これさ、結構僕がここ来るのさ、ほらもう昼になってから来るから、真っ先に朝一で来た方がいいのかな。ご飯食べたらすぐ来るとかさ。さあ、しだべちゃん昨日もどっか行ってたからね。どこにいるんだ、しだべちゃん。遊ぼう。あ、いた、いました、いました。おはよう。友達少ないの。そう、悪かったわね。お前かわいそう。知らないよ、多分その性格だと思うんですけど。僕は給食の時間に他の子のおかずや粉末講義取ったりするからかな。かわいそう、かわいそう。ウシシじゃねえよお前も。かわいそうよ、その子が。しだべちゃん、そりゃ嫌われるよ。で、おじちゃんにタコを作ってもらうか。おじちゃん、あそこ壊れたままなんだ。納屋に古い斧をしまったけど、うん、ボッ君、危ないから触っちゃダメだよ。斧、これは振りだよね、絶対振りだよね。斧ってことはそこの木切っていいよってことかな。はい、中張り角だこが欲しいのかい。角だこか、お願いします。じゃあ2日ほど時間をくださいね。あ、お願いします。暇な時でいいんで、お願いします。楽しみにしてます。うわ、嬉しいな。この扇風機の速さは一緒だけど。なんだっけ？斧、斧を持ってっていいだって？斧持ってっていいらしいんで、斧をもらおうか。斧、あれ？あ、これか。これ、これだね。おう、斧を手に入れた。はははは。怒られるけどね、多分。よし。じゃあ、斧で、やる前に、そうだなぁ。あれで、あれ、なんだっけ。あれ、あれ作ろうよ。カブトムシの餌。どうやって作るの？砂糖水。あ、あ、何してんの？おばちゃん見たけど。何してんの？お、砂糖を見つけた。おお、やった。砂糖を水って煮た。やったね、ぼっくん偉い。すごいな。よく作れたな。じゃあ、すぐ縫いに行こうよ。縫いに行こうぜ。よし。いやー、もっとね、カブトムシとか、まだ、早速ね、ガッツくんたちと、虫取り対決してもいいんだけどさ、なんかまだやっぱ、弱いじゃん、まだ。弱いからさ、うん、若い気っていうから、どうせ戦うなら、やっぱ勝ちたいんだよね。えい。だから、強いカブトムシとかを捕まえて、それで、挑もうかなと思います。だからまだ早いと思う、僕には。ん、いけない、いけない、いけない。あ、いけた。え、これ大丈夫だよね。あ、大丈夫か。道が覚えてない。え、嘘、もう夕方。ああ、ここか。一応見るか、ここ。うわー、怖いよこれ。僕の夏休みに。あかん、あかん。本気でビビってる、本気でビビってしまってる。いや、僕の夏休みにああいうホラー要素はいらないんだけどな。わー、いい眺めだな。
わあ、道が、あ、これだよね、クヌギの木。なんか、いるかな。来い来い。よう、やった。なにこれ、カブトムシ。でもちっちゃいよね。お肉はまた買う買う買う。砂糖水濡れない。なんか、いるかな。何もいない。ああ、ダメか。あ、砂糖水を塗る。よし。で、なんかいる。早いっていうね。いるでしょ。砂糖水は。あ、砂糖水あんのか。じゃあ明日の朝行くか。どこだっけ。またタコ揚げするとこに行きたいな。じゃあこっちは滝か。あ、もしかしてもう夕方？うっそ、夕方やん。嘘やろ？早くね？こっち行ける？行けないか。いや、怖いな。この先心理スポットがありそうで怖いけども。あ、戻ってきちゃった。戻ってきちゃったからもう帰るか。そうだ、斧。斧で早速、切ろう。切ろうよ、切ろうよ。僕くんの力であのでっかい大木を切れるか不安だけども。お、カラスが鳴いてる。初めてじゃない？カラスが鳴いてんの。うぅ、びっくりした、はい、くっそー、今日の遊び時間は終了。早っ、もう晩御飯ができています。早くない？早くない？何もしてないよ今日まだ。いや、何もしてないわけじゃないけど。いただきます。いや、まだ9日も経ってるのにさ、一度も晩ご飯クイズ当たってないからさ。まず晩ご飯クイズ全然間に合わないからね。えもっと頑張ろう。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うわ、このもえちゃんとの会話が気になる。ここのおばちゃんともね。よーし、お風呂入ろう。先にお風呂入るか。あー、未だに操作が慣れないな。よし、じゃあお風呂入ります。ん？どうした？はい、見ないって、見ないって。いやー、いい湯だな、あはは、んいい湯だな。いやー、おじちゃん、おじちゃん、ちょちょ、やっぱり話しかけって昨日ほら聞こえなかったの音。そういえばあいつも西の里の花火大会大好きだったよな。あいつってやっぱそのお兄ちゃんのことかな。やっぱお兄ちゃん出てっちゃったのかな。なんかおじさんと喧嘩したっぽいな。そう話しか聞いてると。今日の晩御飯はチャーハン、中華スープ、酢豚にシューマイなどなどの調べの好みでまとめてみました。調べちゃん中華料理が好きなんだ。へえ。ニーハオニーハオニーハオ。給食で牛乳に入れるやつ何々ある？はい、ね、ああ、そういう結果。コーヒーでしょ、ココアでしょ。うん、あとね、いちごジャム。え、いちごジャム牛乳に入れんの？意味がわからん。まださ、ヨーグルトとかにいちごジャムを入れるのはわかるけどさ、意味がわかんないです。さあ今日もね、待て待て、操作が慣れない。今日も、あー待って、どうしたどうした、操作が慣れないぞ今日。あー怖い怖い。じゃあ萌えちゃん、萌えちゃんチャンスいきますか。
あれあれなんか、姉妹の部屋に入ったのは、この時に初めてだった。うわだやったここに来て遊んでいい？よっしゃやった勉強してるときは静かにしててね。やった、姉ちゃんって勉強好きなんだ好きだけど好きなものだけ好きなんだ。じゃあ何が好き？国語と美術、あと音楽。女の子らしいな。嫌いなのは英語ああ、京都先生って馴染めないよね。猛烈先生で、授業が終わったら全然大変になっちゃう。でもいい先生じゃん。この時代でも英語だったんだ。やった。ついに潜入成功。あの壁のあれかな？秀樹かな？西条秀樹さんかな？秀樹、あれだ。戦争でも始まって、いやそれはさすがに不謹慎だぞ。小説不謹慎な言葉だぞ、萌ちゃん。わあすごい。これ二段ベッドの上行こうぜ、行こうぜ。ダメか。てか僕の足でけえな。わあすごい。朝ドお開けた。オルゴール、わあ、これ多分1日目の最初の曲だよね。うわめっちゃいい曲なんだけど、これ涙出てそうだわ。うわいい曲だな。え、長くない？あ、お強制終了すんの、そんな。うるせえって僕、うるせえって思いっきり叩いたよね、今。蚊取り線香でけえ、蚊取り線香でけえ。いや、この外の景色見えないから、見えんか。うわー、やったー、嬉しいなー。でも部屋越えて、ゴミ箱の中遊ぼうぜ。それなりに。そうだよ、おじちゃん買い出されちゃうよ。うんうんって。いやでも秀樹好きなんだ。じゃあちびまる子ちゃんとかぶっちゃうじゃん。いや確かに、あの最初さ、ここなんか黒くなってたからさ、あれーと思ったけど、マスク入れるとは。いや嬉しいな。いや今日はいいことがあった、いっぱい。今日は萌姉ちゃんのお部屋入れたことを書こうよ、絵日記。よし、じゃあもう寝るか、年だしね。じゃあ寝ます。はい。8月9日カブトムシの砂糖水たっぷり、クルムシムシたくさん来るかな。いやいや、そんなことよりさ、ほらもっと嬉しいこといっぱいあったでしょ。もうもう俺と変われ。はい、じゃあ寝ます。おやすみなさい。じゃあご視聴ありがとうございました。ついに明日10日目、もう3分の1ですが、よろしくお願いいたします。ではごきげんよう。アディダス。